はい、こんにちは。こんにちは、わらびーずです、全国6000万人の楽器愛好家の皆さん、はい、今日もね楽しく演奏してました。音楽は自由です。はい、何でもいいんです。楽しみければね、はい、音を楽しむと書いてる音楽です。はい、まあ、そんなね音楽には、まあ、結構ねあると便利なのがこういうね楽器ですね。ね、音を奏でる、物体、はい、これまあワラビズもそこそこいろいろ持ってますが、もっと欲しいです。楽器の魔術ですね。もっと欲しくなる、もっといろいろ欲しくなるっていうね、うん、金がいくらあっても足りない、これが楽器です。そんなね楽器好きの人に向けたイベントが、開かれるみたいです。はい、2014楽器フェアというのね、東京ビッグサイトで11月、うん、18、19、20、はい、20、21、23、うん、と3日間開かれるみたいです。はい、日本最大級の楽器見本市というか楽器の関わる感じのお祭りですね。うん、演奏ありブースあり、セミナーありと、はい、ものすごい数の楽器のメーカーとかが協賛としていろいろ最新のやつを教えてくれと。これにね、わらびーず今年は初参戦ということで、はい、行きたいと思っております。まあただ行くんではなくてね、わらびーずに関係ある皆さんと一緒に行こうという企画をやっておりますのでね、はい、これを見た人にはもう間に合わないと思いますが、当日ね来たいって人があればこちらまで一緒にどっかで落ち合うことも可能です。そうですね、可能じゃないかもしれないですね。あまりにも広いんで、すぐ迷子になると思いますんで、迷子になったら現地解散です。なんだそれ。あれってご飯とか食べられるのかな。ああ、あるんじゃん、なんかありそうじゃん。一応ね朝から行って夕方まで楽しむつもりです。そうです、その後打ち上げとかやりません。すぐ帰りますんで、ラッキーフェア、まあいろんなね最新情報をゲットしたいって方はわらびーずと一緒に遊びに行こうぜ。また来週。バイバイ。